皆さん、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。本日もご視聴いただきありがとうございます。7月に入ったねー。梅雨も明け、本格的な夏を迎える前のこのワクワク感、たまらないな。子供の頃は、もうすぐ夏休みだってこの時期が一番楽しかった記憶があるぜ。今年は梅雨の明ける時期が早く、長い夏になりそうですが、皆様も熱中症や水の事故などに気をつけて、楽しい夏を過ごしていただきたいと思います。さーて、俺もこの夏何しようかな。だいぶ新作のゲームも出るし、夏アニメも始まったし。はいはい、あんたはいつまで夏休みが続くのかしらね。大丈夫、夏休みが終わったら冬休みがあるじゃん。さて、あたしとしては、夏休み、なんて言葉自体、聞かなくなって久しいですが、まあ社会人にはボンクレでも連休取れない人なんてザラだし、それに休みは遊び以外のやることがたくさんあるからな。皆様も学校時代の夏休みを、懐かしく思い出される方も多いかと思います。そこで今回のお題は、僕の夏休み、じゃなくて、学校、戦前日本の学生の歴史を解説してみたいと思います。ゲロゲロ、俺がいっちゃん嫌いなやつだ。勉強なんて二度とごめんなんだぜ。あのね、あんたが普段から一生懸命見ている漫画やアニメ、ゲームに出てくる文字や言葉だって、学校で習ったから読めるんでしょ？確かに、最近洋芸ばっかだし、オンラインで外人とやることもあるから、あんなに嫌いだった英語も少しは意味があったということになるな。それに、最近ヨウツベの審査動画作るのに、久々に英語をじっくり調べたしな。学校時代に、純粋に遊んで学べた方、将来の目標をしっかり持って、スポーツや勉強に励まれた方。また、このまんじゅうのように、勉強も部活もサボってばかりだったという方や、様々な理由により、あまりいい思い出のない方もいらっしゃるでしょう。いろいろあったよな、いろいろ。しかし、社会人になってからの日々の中で、学校で学んだことが大いに活かされていると思うことも多いはず。まあ、それは否定しないぜ。こうして誰しも通ったおなじみの学校は、いつから、そしてどのような理由で整備されていったのか。今回のゆっくり近現代は、日本の近代化には絶対の急務であった教育制度の変遷を、小学校から、果ては定大まで、その進学のシステムについてを、ゆっくりと解説していきます。日本というのは、江戸時代から、寺子屋を代表するように、私塾における子女の教育が盛んであった。維新後の明治5年、1872年に教育令が出され、日本で初めての近代的な学制が敷かれると、明治政府は、初期の小学校整備にあたって、この寺子屋を活用し、旧知識階級の中の適当なものを選抜して、教師として採用した。江戸時代から日本の識字率は世界水準から見ても相当高かったっていうし、それが寺子屋などの私塾の賜物ってのはよく聞くな。明治政府は、フランスで行われていた学区制をもとに、全国を8つの大学区に分け、1大学区には32中学区、そして1中学区を210小学区に分けて、全国に 52,760 の小学校を置くことを定めた、学制を基準にした教育令を発布。この教育令は順次改正され、明治19年の学校令発布まで続くことになる。有名な最近学者の野口英世も、この旧教育令の時期に学校に行ったんだよな。そうね、野口英世が小学校に入学した明治16年は、初等科3年、中等科3年、高等科2年という年限の時期で、義務教育は初等科である最初の3年でしかなく、ほとんどがこの年限すら通い通す者は少なかった。当時は農家がほとんどだったから、子供たちは家の手伝いの合間に学校に通っていたらしいからな。法令で小学校を置きなさいというのが義務となったというだけで、中身は私塾とそう変わらなかったから、教員の待遇は低く、運営も生徒の月謝に頼っていた。月謝の他にも、教科書や筆記用具なんかも自弁だからな。そうね、野口英世の母鹿は、極貧の中、自分のミスで手をやけどさせてしまった英世を、ずっと小学校に通わせ続けたんだから、大したものよ。明治19年、
それまでの教育令に代わり学校令が敷かれ、小学校は、尋常小学校4年、高等小学校2年の2部制となり、高等小学校入学には入試が当然必要だった。この高等小学校を2年まで修了すれば、卒業せずとも中等教育である尋常中学校に進学できたんだけど、こういう年限まで在籍しなくとも、飛び級で進学できてしまうところが、戦前の学生の厄介なところなのよね。しかし、野口英世もそうだったらしいけど、当時は読み書きができるって以上に学歴は必要じゃなかったらしいから、今でいう高学歴である高等小学校を出ても、働き口は限られたらしいからな。そうね、結局英世は家を継がせたかった鹿の反対を押し切り、逃げるような形で会津若松の医師に弟子入りし、それからほぼ独学で医師免許を取得していくことになるのは、以前にも解説したところ。まあ、野口英世は偉人と呼ばれる人の中で、特に色々ある人だから、ご興味のある方は、以前の動画をぜひ見てくれよな。ともあれ、文明開化も進み、日清、日露の戦いに勝利した日本は、今後ますますの人材を必要とした。そして大正期、日本の経済成長に伴って、その身分、男女限らず学びの場が求められるようになり、大正7年の大学令改定以後、昭和10年頃まで続いた学制がこれなんだけど、うおう、なんだこれは。この図は、文科省のホームページを参考に、簡易的に作成したものだけど、その構造は、現代から見ると、かなり複雑怪奇に見えるわね。いやマジわけわからんから、一つずつ説明してくれ。うん、まず小学校を現在と同じ、7歳の年で入学して、12歳の年で卒業する6年生とし、義務教育としたのが明治40年からで、当時はこの小学校の就学率は 99% 以上であり、この頃に初等教育を受けた人たちが、戦後の日本を作っていったことになるわ。戦争中捕虜になった日本人の、ほとんどが読み書きできることにアメリカ軍が驚いたという逸話があるくらいだからな。ここからどれだけ進学したのか。今なら当たり前のように中学、そして高校と進むのだけど、この時代は義務教育は小学校までなので、ここからが複雑になる。まず、当時は義務教育を修了した時点で、進学しないものは4割にも達した。これは家業を継いだり、手伝ったり、奉公に出させられたりと様々であったらしいけど、当時はそれほど教育にかけるお金に余裕がなく、子供たちが早く働かなければ成り立たない職業が多かったのかがわかるわね。うちのじいちゃんは小学校もろくに通わせてもらえず、口べらしのために奉公に出させられたって聞いたな。当時はそういう勤労青年が学ぶ場として、公立で実用補習学校という補助教育機関が設けられており、普通教育の補習や、農業や工業などの実務を、働きながら学ぶことができた。つまり、何らかの事情で進学できない人向けの、定時制の職業学校みたいなもんだな。同様の趣旨の機関に、満16歳から入れた青年訓練所があるけれど、補習学校は昭和10年にこれと合併して、青年学校と呼称が変わり、より軍隊の予備教育的な要素が強くなっていくの。いつの時代も、教育は国を映す鏡みたいなもんだな。それから、義務教育が終わってももう少し勉強したい。まだ働くには早く、教養を身につけたいというものは、高等小学校という、3年間の延長教育が受けられた。高等小学校は、小学校の科目に、思考、実用、そして女子だけ家事の科目が加わったもので、義務教育ではないため、試験もあり、授業料も月2円ほどかかった。中学に行かず、小学校を延長できるなんて、なんて羨ましい。戦前からこの高等小学校を含め、義務教育以上の学校に6割以上が進学したといい、教育意識の高さが伺えるわ。高等小学校は義務ではないけど、今でいう中学校にあたるよな。うん、ただ高等小学校は、現在の高校にあたる中学に行けない者が行く学校という側面も大いにあり、中学受験に失敗した、再受験組、つまり、中学浪人生も大勢いたの。
なるほど、ここで中学に行くか行かないかで、その後がほぼ確定してしまうってことか。家業や経済的な面もあるけれど、都市部に住む並の親であれば、子供をなんとか中学までは出してやりたいと考えるのが、当時の一般的な意識であったようね。そして、この初等教育である小学校より上の教育を、中等教育と言い、今の普通科高校にあたる5年生の中学校、高等女学校、専門科である実用学校、そして、初等教育の先生を目指せる師範学校がそれにあたる。今と違い、人口に対し学校が非常に少ないので、実用学校以上の中等教育を受ける割合は、男子で2割、女子で1割半ほどで、特に、中学の進学率は 7% しかなく、今の高校3年生の数に対する、国公立大学の募集人数が1割であるから、その難しさがわかるわね。まあ中学は基本男子だけだったらしいから、単純比較はできないけど、もう中学入学の時点で、それだけの競争にさらされていたのか。平均世帯年収が800円ほどの時代、中学の月謝は5円から10円。勉強はできても、経済的な事情で断念するものが多かった。そんな子供が進めた最高の道は、高等小学校を出た者が進学できた、官立の師範学校から教師になることで、軍学校と一緒で全寮制で衣服支給。学費はかからず、小遣いまで支給されたというから、貧しい家庭の子の立身出世先として、優秀な人材を吸収したわ。なんだか堅物な先生ばかり出来上がりそうだが。これは、一般中学、高女からでもすぐに先生になれる、二部師範という制度もあって、当時から男性だけではなく、女性にも教員の門戸は開かれていた。そりゃ男女共学の小学校の先生は、男だけでは絶対に成り立たないぜ。お次は実用学校。工業、農業、商業等の実用に従事する者に対して、必要な教育を施す機関、とされる5年生の学校で、現在の専科の高校に該当する。〇〇工業とか、〇〇商業とかついている公立高校の前身っていうわけか。実用学校は校術する中学に準ずる学校とはされていたものの、卒業後の進学先は限られていたから、実質就職のための技術を身につける学校ということにはなるけど、ここを出れば、将来労働者としては一歩先に出た地位が約束され、地域の農業、土木などの指導監督者や、商業従事者などの中堅労働者を多く輩出した。まあ、昔は工業高校を出て大手ゼネコンに就職した人も大勢いたから、そういう人は、地方限定でいい稼ぎしている、中堅インテリ層になったわけだ。そして、入学するだけでも手放しで大したもんだったのが、中学、高女になるわ。ここまで来ると、小卒とその他の学歴による社会の階層がはっきりとわかるようになるな。中学校は、男子に必要な高等普通教育を行うことを目的とした学校であり、また、高等教育機関への進学を目指す場合の全教育という側面もあった。当時中学を出なければ帝大に入れなかったんだよな。まあ、中学というのは、もともと高等科2年と尋常科5年の2部制で、帝国大学への予科という立ち位置であって、以後、高等科が分離され高等学校となって、帝大予科的な機関となって以降も、地方に設立された中学校は、その高校への準備教育の場、という側面が残った。つまり、ここで選抜された秀才が、より上位の高校、帝大へ行くという、国家エリートを養成する目的で作られた教育機関が中学だったというわけだ。そうね、ここさえ出れば、就職にしろ進学にしろ、多方面に選択肢が広がる。まさに戦前は目指せ中学、というのが合言葉であった理由がわかるわね。ということは、この女子校である高女も相当なエリートということで間違いないかな。そうね、高等女学校は、中等以上の社会における、女子に対する必要な高等普通教育を行う教育機関とされ、高等とはあるものの、中学校の女子版という考え方でいいわ。ただ、ここにあるところの、普通教育、というのが、当時の要塞堅固の観念の普通であったから、家事、裁縫、芸事などの女子教育を中心に施す学校であった。
将来就職のために行く学校ではなく、お嫁さんになるための箔付けのために通う学校ってことか。うん、ここを卒業したほとんどの者の進路が家庭、となっていることから、その性格がわかるというもの。もちろん、中学には劣るものの、普通学もしっかり学んだため、優秀者にはそれなりのキャリアプランもあったんだけど、進学には制約があり、大学にはほぼ進学はできなかった。ほぼ、ということはわずかでもあったということか。うん、まあここら辺の事情はここでは取り上げないから、ご興味のある方はご自身で調べていただきたいのだけど、当時の女子の最高学府は、この後お話しする、女子高等師範学校、および、旧制女子専門学校だった、という前提でお話を進めます。さて、ここから先は高等教育。現代での大学教育以上の水準を指し、そこを経た者が、世間ではいわゆる高学歴と呼ばれる層になり、もちろん、その最上位は、最高学府である大学、それも帝国大学、ということになるんだけれど、今でも宮廷大、なんて言われる、かの有名な難関総合国立大学の元になった学校だな。この帝大がどれほどの選抜を経た、エリート中のエリートが行き着く場所であったのかは、言うまでもないけれど、大学、短大進学率が6割を超えた現在とは違い、中等教育に進む者が2割に満たず、地域の秀才が集まる中学でも、4割以上が卒業後に就職した当時、中等教育修了者、中でも中学、高女卒業者は十分な高学歴であった、というのはぜひ申し上げておきたいところよ。旧制中学は今の高校レベルだったのはよく聞くけど、その競争率は今の進学校並みだもんな。昔の中卒は大したもんだったわけだ。ご覧の通り、当時の高等教育機関は、男子で 5% 強、女子で 0.6% という、選ばれし者が行く場所であり、当たり前だけど、その競争は非常に激しかった。その高等教育の中でもさらに学校によって階層化していったわけだな。男子は中学を出ると、進学パターンは大きく3つに分類され、帝大に直結する旧制高校や、私大の予科に進学して大学を目指すコース。高等師範や高等商業、高等工業、私大の専門部などの専門学校に進学するコース。そして、このシリーズでおなじみの、陸軍士官学校、海軍兵学校に行くコースになるわね。ここを卒業すれば、最短で最高エリートになれる夢の学校だったんだよな。まあ、これは別動画で詳しくやっているから、このあたりの説明は省きます。まず、中等教育を行う教員を養成する、高等師範学校、女子高等師範学校だけど、これは、現在の各国立大学の教育学部の前身となった機関で、学費がかからず、給金が出るのは師範学校と同じ。講師は東京、広島、金沢、岡崎に。助講師は東京、奈良、広島にあり、これに準ずる機関として、次第に設置された、高等師範部や、高等師範課、がある。一部の例外を除けば、助講師は実質当時の女性の最高学府ということになるな。そう、当時女子高等師範学校といえば、東京のお茶の水にあったもののことを指し、7年生の一貫教育を行ったここは、お茶の水女子大学の前身にあたる、超エリート女子学校であった。今でも最難関の女子大だな。それから、各専門学校。これは今の専門学校とは違うんだよな。うん、専門学校例によると、専門学校は高等の学術技芸を教授する学校、となっており、今の専修学校とは趣旨は同じでも、実はその系統は全く異なる。明治初期、大学というのは官立の総合大学、つまり帝大のみであったから、主に官僚を養成する帝大と、教員を養成する師範学校以外の高等教育機関を、専門学校とした経緯があった。慶応や早稲田などの早くから大学部を設置していた私立は、その後続々と大学となっていったのだけど、次第の多くが専門部と呼ばれる付属機関を設けており、その専門分野を担う人材を育成する教育機関として発展し、それは大学に比肩するものとされたわ。
専門学校には、医学など特殊な専門教育を施す学校と、実用学校の高等科に相当する、実用専門学校があり、明治36年に専門学校令が実施された後、大正初年にかけて多数設置され、その分野も宗教、医学、歯科、薬学、工芸、美術、外国語と非常に多岐にわたり、大正5年には、全国で90校、生徒数は4万2000人に達した。この中で専門学校卒業者の大半は教師、医師、薬剤師などの専門職に就いたのだけど、最も就職に有利であったのは、実用専門学校である高等商用で、特に4年生を採用していた、現一橋大学の前身である東京工商と、旧神戸商科大学の前身である神戸工商は、財閥系企業から帝大に並ぶ評価を受けていたというからすごいもの。社長を輩出する数では東大以上と言われる名門一橋は、設立の経緯から東大と違うんだな。そして最後は大学。専門学校が医科や薬学など、現在の大学レベルの学校であったのに、そことどこがどう違うんだぜ。そう、その辺が旧制大学のわかりづらいところ。大学は、国家の最高学府として、大学令により大学だとされたのが大学であり、専門学校が、中学から直で行けたのに対し、大学は、高等学校か、その余暇を経なければ入学することができなかったのが最大の違いね。余暇って、あの余暇連の余暇？そう、有名な余暇連が海軍の飛行練習生の余暇、つまり、飛行実地訓練をする前の予備教育機関であったのと同じく。余暇は本科、すなわち学部に進学する前段階としての教育を行う機関で、教育内容は現在の大学教養課程に相当する。つまり、大学に行くには、大学予科か、帝大の予科扱いであった高校を出なければならなかったと。そうね。大学は帝大、官公立、私立含め、外地合わせて50校あったと言われ、北大、外地以外の帝国大学、官立6位大以外は皆予科を持っていて、教育内容は旧制高校と同等であったという。なるほど、それで旧制高校は帝大の予科って言われているのか。旧制高校は、東京の1校、京都の3校なんかが有名だよな。旧制高校は大正16年時点で24あり、普通中学を経て受験するコースと、尋常小学校を出てすぐの、尋常科を経た7年生の2つのルートがあり、高等学校にさえ入学すれば、東大や京大の理系や医学部以外は、どこからかの帝国大学には無試験での入学が保障されていたから、戦前の日本社会では、高校はエリート層の洋乱の場として認識され、当時の社会制度の根底を支える役割も果たした。小学校卒業時の受験で、高校の尋常科に受かれば、それだけで帝大確定って、すごいシステムだ。東北大、九大、名古屋大では一部次大の予科からの合計入学の例はあったものの、基本は官立の帝大、医大は高等学校を経ねばならず、高校に進学するか、大学予科に進学するかによって、その後の進路選択の幅に大きな差が生じることになる。中学進学の時もそうだけど、たとえどこの学校を選んでも、大検さえ通れば東大に進める今のシステムとはえらい違い。すごい選別社会だったんだな、戦前は。その頂にあったのが、外地を含め9つしかなかった帝国大学。そのトップは、今と同じ、そう、東京帝国大学であった。弁護士や医師のように、特定のスキルを持って活動する職種ならいざ知らず、戦前の学歴は就活だけではなく、入社後の給与や昇給、昇進に大きく関わり、特に国家の中枢である官僚をはじめ、当時日本の富のほとんどを牛耳っていた財閥企業が、好んで帝大卒、特に東大卒を優遇し、帝大、それも東大かそうでないかで将来がほぼ決定した。この東大閥に激しく反目したのが、次期千円札の北里柴三郎だったんだよな。ともあれ、戦前の日本は、東大をはじめとする帝大出身者を中心とした権力、給与格差のヒエラルキーが、半ば社会的コンセンサスとして、深く定着していた社会であったのよ。まあ大卒がこれだけ希少な社会であれば、そうなるわな。
といったところで今回は終わります。今は大卒であれば、学部学科関係なく受けられる総合職採用が多いから、出身大学は昔ほど重要じゃないらしいし、入社後も、同じ採用職種であれば、一律で評価されるらしいから、これも昔ほどじゃないらしいけど、それでも今も学歴、出身大学は出世にある程度は関わるっていうからな。それにしても戦前の学歴社会は凄まじいぜ。12歳で義務教育を終えた時の成績、小学校卒業後の進学先が、その後の人生を決めたという教育構造の時代。今以上にお受験は激烈となり、より低年齢化して、一種の社会問題化していたのが昭和初期。この学歴による給与の格差はどのようなものであったのか、また、超エリートを輩出した帝大とは何であったのか。熾烈だった戦前のお受験戦争、知識階級の没落など、この続きはまた次回以降で。皆さん、今回はいかがでしたでしょうか。今回も皆さんのご意見ご要望、よろしければグッドボタン、チャンネル登録などいただけますと大変励みになります。では、本日もご視聴ありがとうございました。